はいどうも、翔平 TV です。はい、本日はモンタナスポーツさんに来ているんですけども、またまたいろいろグローブ紹介をしていきたいと思います。まず今回は皆さん、キャノンといえば誰でしょうか？小林キャノン。違います。はい、ソフトバンク甲斐拓也選手ですね。本日は甲斐拓也選手モデルのキャッチャーミットをご紹介いたします。それがこちら。はい、どの辺がいいんだわかんないけど。はい、こちら甲斐拓也選手モデルのキャッチャーミット畠山ですね。こちら軟式用でして、でカラーはですね、ブラック&レッドと、甲斐拓也選手モデルの特徴があります。それは、はい、お願いします。浅い。そうなんです。まず手を入れます。まず手入れてからのこの見た感じわかります？この浅さ、とりあえずもうこう開いてる感じわかりますかね？浅さですね。めちゃめちゃ浅いキャッチャーミットになっております。いや、いろいろなキャッチャーミットをこう今まで触ってきましたけども、これはね、多分ね、過去一浅いっす。見えるかな？どうしたら浅さが伝わるんかな？これ伝わってるかな？とりあえず浅いんですよ。で、一応こちらに公式用ですけども、もう一つ畠山のキャッチャーミット持ってきました。一番人気がある深さ、これは一番人気がある深さ、8型って M8 型っていう畠山の中では一番人気がある。あ、そうなんですか。そう、ミットの形、まあ、こんな感じ。これ比較できますか？比較できます。どうですか、できますか？こっちのミットはもう入れた段階でこういう感じではなくて、なんか基本こうなってる。こっから多分こういう感じ。こんな感じ、指の使いなのかなっていう感じがします。で、こちらですね、この指出すところなんですけど、この指出さないパターンはないんですよね、これ多分ね、指をしまうところはもう締められてるんでないんですけども、指出すところ、こうふかふかしてます。通称座布団という言われています。超ふかふかです。で、こちらお値段が26,000円プラス税となっております。軟式ですんで、まあお安いですね。モンタナスポーツさんでこちら限定で、1個今、販売しておるんで、もし興味がある方はこちら、購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はこちらの畠山のミットをご紹介しました。気になった方はぜひともモンタナスポーツ行ってみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。